さて今日もハマる男に蹴りたい女っていうドラマについて感想を話していきたいなと思うんですけど、今日はね風磨に向かって語っていこうと思ってるんですけど、風磨どうですか、この美女だいぶ仕上げてきてんじゃないかっていう。風磨セクシーゾーンではなんか割と最初はちょっと芋っぽい感じだったけどね、どんどんねかっこよくなってね、美女いいんじゃないかなと思って風磨に今日は聞いてもらいます。今3話かな、30分で見やすいドラマなんですけど、ぼーっとしてたら終わっちゃうみたいな、まあ、ほぼ内容なかったんじゃないかな第3話についてはぐらいにちょっと思ったんですけど、まあ、違和感があるとしたら、インディアンスの田淵さんが藤ヶ谷くんの同僚役で出てるんですけど、藤ヶ谷くんの転職先をなんかサイトを見て探してくれて、これお前にぴったりだと思うんだけどって紹介をしてくれるっていうシーンがあるんですけど、転職先探してくれる同僚とか聞いたことない、珍しいって思いましたね。まあそれぐらいですかね。まあやっと京本大我くんと藤ヶ谷くんでなんかちょっとバチバチになるみたいな感じのシーンで次週へっていう感じで終わったので、まあ楽しみにはしてます。本当それぐらいで、マジで見てる人は多分理解してくれると思うんですけど、まあ内容ないんで、本当感想とかほぼないです話すと。で前回も言ったんですけどね、唯一評価してるのがレモンパイっていうキスマイの歌が主題歌なんですけど、それがねやっぱ何回聴いてもいい歌っぽいですね。なんかぴったりこういう恋愛ドラマ、すごいザ・ジャニーズって感じの歌で、昔松潤と小雪がやってた君はペットっていうドラマの主題歌が V6 のダーリンっていう曲だったんですけど、それっぽいというかめっちゃいい感じの曲なんです。フルで聴いたこととか全くないんですけど、レモンパイ結構僕は推していきたいなと思ってます。ということで、もうなんか話すことほぼなくなっちゃったんで、キスマイつながりってことで、もうドラマと全く関係ないんですけど、タマちゃんの話しようかなと思ってて、タマちゃんやっぱ一番可愛いと思ってて、キスマイの中で。タマちゃんね、昔、ほんとデビューしたての頃、イケメンですねっていうドラマに出てて、滝本美織さんと藤ヶ谷くんも確か出てたんだけど、その時ね、ちょっとね、若干嫌な顔してたっていうか、なんか、眉毛すごいなんかの安室奈美恵ぐらい細かったようなイメージあって、なんかあとね、多分痩せすぎてたのかな。まあ、今もガリガリだけど、ちょっとなんかその、顔が角張ってたようなイメージあって、その頃。なんかあんまりかっこいいなって、正直その時思わなかったんですけど、しばらくしたらめちゃくちゃ垢抜けてて、今もうめっちゃ可愛いですよね。しかもなんか、インドアっぽいところがまたいいというか、みんなでワイワイ飲みに行くのとか苦手です、休みの日ずっと家でゲームしてますみたいな、知らないですけどなんかそういうイメージあるんで、陽キャにも陰キャにもどっちにも人気出そうというか、全方位守備型っていう感じして、タマちゃんマジで可愛いっていう話がしたかった。僕がねタマちゃんにあこいつすごいなって思ったエピソードがあって、これもねだいぶ昔の話だけど、黄金伝説ってココリコの番組があって、それで1ヶ月1万円生活っていう企画があって、1ヶ月1万円で光熱費とかも確か込みで食費を切り詰めて暮らすっていう、で誰がお金を一番多く残せたか31日後にっていうので、3人ぐらいでこう対決していくみたいな、その時にタマちゃんが出てて、タマちゃんは料理を玉ねぎだけで暮らすみたいなストイックなチャレンジをしてて、その時めっちゃかっこいいなと思ったんですよ。で、確かね、優勝したんじゃなかったかな。一番お金も残して、根性がマジかっこいいなと思って。でね、同時期に1ヶ月1万円生活といえば、あの当時、日本中を震撼させた、まあ、大事件。皆さんも多分覚えてると思う。もう忘れてる人って多分、日本で一人もいないと思うんですけど、元 AKB48 の笠井智美が1ヶ月1万円生活を途中でリタイアするっていう、本当に全国民が震撼した大事件が起きて、あれにあれてた。それとの対比でね、たまちゃんやっぱ根性あるな、みたいなって思ったっていう。ということで、今日のメインの話は、たまちゃんの1ヶ月1万円生活、ストイック玉ねぎ生活のことをふと思い出したので、語りたかったっていう話です。もしね、覚えてるよ、そのチャレンジのことをとか、笠井智美のあの事件、本当衝撃だったよね、みたいな。思った方がいればぜひコメントいただければと思います。じゃあ今日の動画この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。